だもん。いただきます。今日は共同新聞主催の新しい宣伝にさせない連続シンポジウムの第1回、皆さんも今日は本当に戻ってきていただいたと思います。小室仁さん、小室由依さん、シンガーソングライターのお嬢さんでいらっしゃいますけども、小室さんは六門前あるいは旅立ちの歌、皆さんを楽しみに来ていただいたと思います。それから佐高さん、3人登壇していただきます。どうぞ、今日司会担当いたします。では最初に主催者挨拶で佐高誠の方からお話しさせていただきます。こんばんは。予想以上においでいただきましてありがとうございます。今日はですね、いよいよ岸田文革行政に対決するという私たちのこれからの大変な時代の始まり、時代を託す年齢の方は今日はあんまり有名になってないかなという感じもいたしますけれども、ちょっと私事ですけど、来月ですね、鶴明っていう人の本を出します。集英写真賞から万歳と挙げていった手を大陸へ置いてきたとか、手と足を思いだ丸太にして返しとか、終身にない高校でインバイフとかね、ああいう川柳を、反戦川柳を書いて29歳で獄死した鶴明ですね。でその人の話なんかを、小室さん聞こえない、大丈夫、大丈夫、あ、そう、持ってってあげます。それでですね、ちょっとだいぶ早い。で今日小室仁さんに来ていただきまして、娘さんのゆいちゃんも一緒に。で小室さんは私より2つ上なんですね。音楽っていうのはいろんな働きをすると思うんです。でその鶴明の1909年生まれなんですけれども、同じ年に戸籍裕二が生まれてるんですよね。戸籍裕二っていうのは小室さん、なんだっけ、海に浮かばとか若鷲の歌とか、つまり、戦争に駆り立てる方の歌を作った人ですね。それでその小室、戸籍裕二が1937年ぐらいからそういう歌でこう世に出ていくわけですけども、その時に同い年の鶴明は1938年に殺されてるんですね。だから鶴明っていう人と戸籍裕二っていう人の名案というのがあるんですけども、今日は小室さんに のっけからですね、音楽をやる者の戦争責任っていうのはどういうふうに考えるかというね言おうかなと思ったけども、まあ、今日はちょっと遠慮しながらいかがですか小室さん、そういうことをやっぱりコロナ考えるんでしょ。まあもうちょっと近づく、いや今日のはい、会のタイプ入ってる近づけてる。今日のね、会のタイトルは正しいタイトルですよ、本当に。はいはい、歌を歌いましょうかでは、トースト歌の方に流れ込んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
のっけからなんなんですけど、うん、あのゆいはあのちょっと騙されて連れてこられたりとかあの俺のギターを持ってくるという役割だと思ってここに来たら自分の名前がプログラムに載っているっていうんでどうしたもんかと、まあ、思ってるわけなんですが、まあでもせっかくですから、はい、あの一曲ねゆいと歌ってみます。なるほど、はい、ねこれはねどっかあの辺のマイクあの持って、はい、ありがとうございます。どこでもいい、いいから、あのねこっちがいい、この人ね、あの途中でね耳があの片方いかれてしまってこっち側に座んないとよくあの聞こえない、小室優です。小室優です。谷川俊太郎さんがね書いた詩を僕が作曲したものをちょうどゆいと一緒にやってみます。はい、はい、谷川俊太郎さんがですね多分ベヘーレンの吉川雄一さんだと思うんですけれども、生前吉川さんが谷川さんに向かって、谷川さんあなたは可能60年代ベトナム戦争が激しかった時にあのかの偉大なる反戦家、死んだ男の残したものはを作った人である、そのあなたがこの世界情勢を今思っている時に第二の死んだ男の残したものはを作らずして誰が作るかというようなことをまあ煽られたと言ってますが、でまあ俊太郎さんはあの吉川さんに喧嘩売られたからには買わなきゃいけないと思って作った詩です。タイトルがおしっこ。大統領がおしっこしてる、おしっこしながら死にたくないもの、兵隊さんもおしっこしてる、おしっこしながら考えている、殺すのって嫌なもんだぜ、もっと嫌だな、
から考えている。銃がなければ来てくれてよかったねって。そうでないと私が小室さんを介護しなきゃなんで、これが見事な老老介護ってなってくれました。はいはい、さっき言い忘れましたけどね、今日参加してくださってる蘭桐龍さんの川柳にね、はい、非正規労働ね、非正規にジングルベリーは聞こえないっていうあれがあるんですよ。ね、こういうだからピッポッパみたいにこう今日ほら戦争が廊下の奥に立っていたっていう、はいはい、これはすごい句だね。そう、渡辺白泉のこういうのでね、革新側は あれしないとほら長いんでしょ、大体難しいことだ、長くしゃべるのが知る、ね、この間新祖母ちゃんともそんな話してたんだよね。そうそうそう、白泉系は長いって。そうそう、短く短くピッポッパでやらないとなるほど届いていかないっていう。なるほど。ただね、なんかよく野党がだらしないって言うけどね、俺それは腹立つんだよね、うん、野党だらしないんじゃなくて、うん、野党であるべき公明党が与党にいることが間違いなんだよね、うん、なるほど、野党だらしないって言ったってしょうがないじゃないかと。お前与党がもっとだらしないんだからさ。 あんまり難しい話を俺にするね。いや、プロのミュージシャンと認めてんだから。だから音楽はプロだけどね。いやいやいや、小室仁志の歌には思想がありますよ。いやいやいや。もう一つ歌おうか。どうぞ。そのね、俊太郎さんがその吉川雄一さんにけしかけられたっていう時、そのね、あなたはあの偉大な死んだ男の残したものを作った詩人であるという、そういうことを言われたと
ということで、その大元の歌やってみましょう。はい。死んだ男の残したものは一人の妻と一人の子供、他には何も残さなかった、墓石一つ残さなかった、死んだ女の残したものはしおれた花と一人の子供、他には何も残さなかった、着物一枚残さなかった、死んだ子供の残したものはねじれた足と乾いた涙、他には何も残さなかった、思い出一つ残さなかった。死んだ兵士の残したものは壊れた銃と歪んだ地球、他には何も残せなかった、平和一つ残せなかった、死んだ彼らの残したものは生きてる私、生きてるあなた、他には誰も残っていない、他には誰も残っていない、死んだ歴史の残したものは輝く京都、また来る明日、他には何も残っていない、他には何も残っていない、年相応に老いるっていうのもあるじゃない、ねえ、うん、まあ、これでやっぱりねプロだなと思った、いつかほら一緒に旅行した時、旅行っていうかなんか、はい、こうマスクね、このコロナの前、もちろんずっと前だけどマスクしてやっぱりこう気をつけてるんだやっぱりね、自分でね、まあそうですね、気をつけるべきところはね、はい、うん、これで今ほら小室さんまた難しい話でもないけど、いいよしてもなんかやっぱり家ではね、あなたはね外では辛口評論家とか言われてるけど、うちに帰ったら何だっけ、
軽口評論家だね。ああ。それうちの話をばらまなくていいんじゃないですか、さん。自分で言っちゃったじゃん。軽口だから訴えられるとかね。そうなの。言われてね、佐藤正さんのバカだね。あのね、はい、さっきの歌でもやっぱり一人死っていうのはそれぞれ固有名詞の死なんだよね。うん、ところがあの戦争ってのは普通名詞でなんか1,2,3,4みたいに数えるんでしょう。それに対抗する方も私はやっぱりね ある種のこうシンボルっていうか、うんうん、中村てっちゃんだと思うんだ俺。そうだね、うん、そうだね。だから岸田文雄か、うん、中村哲かっていう。中村哲さんはね決してね銃なんか持っていかなかったよ。そうね、そうでね、僕がお手伝いしているね日本チェルノブイリ連帯基金っていうのがあるんだけど、もう長いことその運動を続けているんだけど、今回のねロシア・ウクライナのことがあった時にすかさずチェルノブイリ連帯基金の人たちが動いて、そしてカンパを集めて、それでウクライナの牧師さんにコンタクトを取って、つまりその金が何に使われるかっていうのが当てにならないでしょ。そうなん、日本の政府みたいにね軍事費ばっかりに金を使ってみたいな。なので牧師さんに託して、とにかくこれは平和のために、そして今困っている人たちのために使ってくださいっていうことで、そのお金を送ったんだよ。そういうことが正しいよね。そうそうそう、うん、だからね小泉の時にね、イラク自衛隊発見したでしょ。あの時にね城山三郎さんってすごいなって、ね、うん、安全だから派遣するとかほらなんかごちごち言ってたよね。だったら小泉が行けと、うん、小泉が行って安全ならあれだろうと。そうだよ、それで安全でなくて撃たれたらそれで本望じゃねえかって。東京湾に原発作りゃいい。そう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 、俺に感じたから。いやいや、で原発は全然核なんか予防なんていうかな、平和のためのどの頃って原発あったら一番危ないじゃないか。簡単な話だよね。それも分かんないな、岸田とかとかね、麻生とかアホとかアホってそういうこと言っちゃう。原発を作れば豊かになっているって幻想ですからね。そうそう、あれほら富岡に行ったじゃない。富岡いましたね、桜文美大賞っていうの小室さんの命令で審査員になって行って、はい、そうあそこの富岡福島県のねあそこに原発が開く明るい未来ってあれが、原発の事故の後あれがあったよね。ああ驚きましたね、はい、とにかくね、ちょっとその辺うるさいよ誰に言ってんだよ、福島さんとその周辺小室さん時間がね、30分と限られてるんで、もう一曲、もう一曲、はい、ね、これも俊太郎さんのね、あ、俊太郎さんの詩じゃない歌を歌おうかな。はい、ね、はい、1919年生まれだったかな、黒田三郎っていう詩人がいるんですよ。はいはいはい、はい、その黒田さんがね、作った詩があるんですよ。あるんですけど、はい、あるはずですが、ね、ない、はい、もとい、じゃあゆうちゃんやっぱりない、ない、はい、お父さん適当にあれしてきた、はい、じゃあね。これ、俊太郎さん、戻り。俊太郎シリーズだね。俊太郎さん戻る。これしよう。さ、戦争の時にさ、日本はさ、銃を持って大陸に駆けつけて、ひどいことをしましたよ。そして、戦争が終わった後、戦争に負けた後、
何したかったら銃をね、サスビラに変えて、やっぱりそういうものを担いでいって、アジアのね、森林、ジャングルを伐採したりなんかして、コンパネを一生懸命作ってね、コンクリートパネル、つまりベニヤのパネルですね、ビルなんか作るときにコンクリートを流して込むときに作るコンパネルというのがあるんで、そういうものを。も使わね、俺もね、知ってることは知ってる。それでね、俊太郎さんの詩を、つまり、そういう意味の歌。木を植える、それは償うこと。私たちが根こそぎにしたものを、木を植える、それは夢見ること。子供たちの健やかな明日を、太古からの精霊に、木を植える、それは歌うこと。花と実りをもたらす風と共に、よみがえる自然の無言の教えに、木を植える、それは知恵、それは力、生きとし生けるものを結ぶ。したまま死んだアリっていう川柳があるんですね。アリ食いを噛み殺すことはありえないんだけども、そういう気持ちで、まあ我々強大な権力みたいなのを戦っていきたい、まあアリ食いを噛み殺したまま生きたアリだなという感じで、バトンタッチして、これからちょっと小室さんを拉致しましてですね、拉致してしたいと思います。どうも、はい、どうも、本当に名残を聞いてアンコールとやりたい気持ちが全然あるんですが、これでは終わりにしたいと思います。本当にありがとうございます。どうもご視聴お願いします。それでは
山城博之さんから南西諸島からの告発よろしくお願いします。会に関心の皆様、こんばんは。ご参加いただきました。山城でございます。山城さん、はい、小室は山城さんのファンです。ありがとうございました。もう若い頃から聞き慣れた馴染んだ小室さんの生歌初めて聞きました。死んだ男の残したものずっと聞いておったんですが、今日本当に感動しております。私のようなやぼな挨拶話抜きにあと30分お上げして一緒に歌声に参加したいという思いでいっぱいですが、どうぞ一緒に歌いましょう。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。山城さんは今日はここにありますように、この偉い日本を代表するような学者、文化人、ジャーナリストと言われるそういう皆さんが一堂にご参集いただいている共同テーブルの、何しろその第1回のシンポジウムに招かれて、このような機会をいただくこと、本当に光栄に思い、少し足が震えるような思いがいたします。ですが、いただいた機会でございますので、日頃は私どもの新聞や雑誌でしか拝見できない先生方を前に、どういう話をしようかと思ったんですが、先ほど郊外先生がそのような話をされたら、いや、現場に立ってるやつが一番だと、君の報告を聞きたいから勇気を持って頑張ってくれと言われました。それをじゃあそのことに甘えてですね、沖縄の現状を少しお伝えしたい、皆さんと共有したいと思います。よろしくお願いいたします。時間がございませんので、今日はレジュメの通りは話せないんですが、後ほど2、3資料を持ってくりながらお話をさせていただきたいと思います。アメリカのそのバイデン政権というとんでもない戦争映画が登場してからですね、その台湾有事だ、中国脅威だ、南西諸島有事だということが声高に、叫ばれて、バイデンさんが登場した2021年の1月からですね、もう2年ほどが経ちますけど、あれはあれよという間にこの沖縄中がその軍事基地化されて、日本中が戦争に、動員をされていく、そういうシステムが出来上がっているように、感じているわけです。お集まり皆さん同じ思いだと思いますが、しかしなぜかですね、本来なら例えば安保3文書の議論があるときは国会で、かつてなら国会審議が止まるぐらいの大論争が起き、国会の内外では、国会の周りでは10万、20万の大規模な行使デモが行われて抗議の声が上がるはずですけど、全くそれようなこともない、あれはあれという間に閣議決定されて、憲法も、もう中身がほとんどない集団的自衛権、そうですか、集団的自衛権ならぬ敵地攻撃能力まで持ち出すというおぞましい事態に立ち至ってしまいました。で、全国でそのような怒りの声が上がらないのも情報等で分かりますけど、当の私の沖縄でもですね、なかなかそういう声が上がらない、いかがなものかというのは思いがしておりますけど、つまり
それだけやっぱり日米政府の中国脅威論、中国が怖いんだ、恐ろしいんだというプロパガンダがもう骨の髄まで進行してしまってるんだろうなと、こういうふうに思うわけです。そこで、私どもは、戦場を名指しされた者として、たとえ日本中がどうであれ、たとえ日本中が憲法を捨てて戦争に走ると言っても、我々は戦場にされる立場、我々はミサイルの餌食になる立場、そういう意味では断じてこのことを認めるわけにはいかない、了解するわけにはいかない。ぜひ沖縄で声を上げて、その声をまた全国届けようじゃないか、そういう思いがしております。今日はその思いで伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年の1月、そういう声、政府から垂れ流される戦争が来る、そしてそこに参加せよという政府のプロパガンダに抗して、我々の意見を、私たちの立場を反映すべく、ノーモア沖縄戦ぬちの宝の会というのを発足させました。あれから1年経ちます。さまざまな講師をお呼びをして、そして、緩やかに、そういう啓蒙活動、学習活動を続けてきたところです。ところが、その学習のさなかにですね、この昨年の12月16日の、つまり3文書決定が出されて、そして実際には3文書とか言いますけど、あれは新たな沖縄戦のシナリオ、新たな沖縄戦の戦略そのものですね。つまり集団的自衛権なり GNP2% の軍事の話もありますけど、実際には私どもの住んでいる南西諸島に全ての島々に基地を置き、全ての島々にミサイルを置き、いざ有事となったらそこから中国大陸に向けて、あるいは台湾に向けてミサイルを発射する、その反撃でまた再び地獄と化す、そういう戦略シナリオが書かれています。だから私たちはそれを納得するわけにいかないと、こう申し上げているわけです。ところが政府はとんでもないやっぱり巧妙な仕掛けをしている。なぜならですね、なぜ言葉に安倍は日本有事と言いながら、実際には言い続けているのは南西諸島、南西諸島、南西諸島と言い続けて、多くの日本の皆さんには、日本人の皆さんにとっては、あなた方とは関係しません、それは南西諸島と言われている地域の問題ですと、こう言わんばかりのプロパガンダが先行して、おそらくそれは言われても台湾有事、それは沖縄の有事だろうなというふうな議論ではないんでしょうか。凄まじいやっぱり囲い込みといいますか、戦略だろうというふうに思います。そこで、その言われている南西諸島から今日そこのお話をしながらですね、政府の言っているまやかしを、日米が言っているまやかしを一緒に確認をしながら、その怒涛のような軍事化に抗していく、怒涛のような軍事化を張り返していく、そういう戦いを作っていこうじゃないですか。皆さん頑張っていきましょう。私は、いろいろその議論もされている中でですね、作っておりますが、この26日にその戦争に反対する県民集会を持ちたいということで、今1000人集会の準備をしているところです。各団体、沖縄の県内のいろんな団体に呼びかけてですね、今57団体ほどが集まりました。で、昨日力強い連帯のメッセージをいただきました。嘉手納爆音訴訟団、原告団は3万6000人近くの原告団がいらっしゃいますけど、その原告団の事務局長から、26日には3万6000嘉手納爆音団、原告団支部の6支部があるけど、6支部に動員をかけてバスで集会場に向かうというメッセージが私に届きました。ありがたい。ぜひですね、そういう動きになって、たくさんの皆さんが結集して、集会をしたい。私の、認識では、この集会を1回、2回持って、とりあえず1000人集会と言ってありますが、次に2000人、3000人の集会を持った後にですね、断固として全県組織を立ち上げて、沖縄から怒りの声、ノーの声、政府に再び養殖はされない、沖縄を食い物にはさせない、日本政府がそういうことを言うのなら、私ども県民はそう立ち上がりとなって彼らと向かい合おう、
その決意を固め合う、そういう団体を立ち上げたいというふうに思っております。頑張りたいと思います。今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、座り込めここへ、ここへ座り込め、組んでここへ、ここへ座り込め、ここへ座り込め。ぜひそう立ち上がりとなって、そう座り込みとなって、政府の謀略、政府の陰謀、政府の政治策を止めていく、その決意でこれからまた頑張りをしたいと思います。どうぞ全国の皆さん、関東の首都圏の皆さん、どうぞ一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。さて、少しだけ、報告をさせていただきます。日本政府が私どものですね、島々にたくさんのミサイル基地を持っています。台湾有事だ、安倍は台湾有事は日本の有事だ、日米同盟の有事だなと言っております。ところがですね、今日少し申し上げたいのは、この台湾有事とか南西諸島戦争なんていうのは、私にはですね、米国のアメリカのバイデン政権の陰謀のように思えてならんわけです。そのことを少しお話申し上げます。つまりですね、こんだけ戦争を煽っているのは日本政府がやったわけじゃなくて、アメリカから持ってこられた有事論であることは間違いないわけで、でそのアメリカがですね、じゃあ台湾有事が起きたら、アメリカ軍が沖縄に攻め込んだように50万のアメリカの大軍と2000、3000の軍艦を連れてですね、そして数千機の戦闘機を連れて台湾有事に来るのかといったら、来るんですか、来ないんですか。来ないわけですよね。冗談じゃない。こんだけ戦争を煽っておってですね、自分たちは影も姿もないような戦略を取ろうとしています。そしてですね、日本の兵自衛隊を自分たちの代わりに沖縄の島々に貼り付けて、台湾有事が来たら自分たちは火をつけてさっさと逃げて、あとは日本の自衛隊に任す、よろしくと言って自分たちはさっさと逃げてしまう。そして餌食になるのは自衛隊であり沖縄の県民だということをまず申し上げて、何よりこのアメリカのバイデン政権というものに腹立たせて、怒りが沸騰して、くたばれこの野郎、いい加減にくたばれと思ってしまうわけです。ぜひ2年後に選挙があるようですけど、こうなったらトランプさんに再登場してほしいと。出がわないわけで、行かないわけで。ぜひバイデンさん、もういい加減にやめなさい。あなたのような、もう本当の戦争やいらない、世界を戦争に巻き込んで、そして自分たちがのうのうと生き残って、アメリカの派遣だけが残ればいいというような政治家はアメリカにもいらなければ、この地球上にいらないんだということをまずお伝えしたいと思います。そこでこの話をですね、まず多くできませんが、今日、ちょうど最後レジュメができましたので申し上げますが、この10ページの資料を少し見てもらえますか。衝撃的なニュースが流れておりますがですね、嘉手納基地は生き残れないと言ってます。嘉手納基地は生き残れない。そして脆弱性対策と指摘をされて、嘉手納基地にいる54機の F-15 戦闘機をすべからくアメリカなりグアムなりに撤退させて、沖縄の極東最大と言われた、アメリカのその極東戦略の中枢と言われた嘉手納基地に戦闘機が一機もいなくなる事態が2年後の2024年に現出するようです。どう思いますか皆さん。こんだけ戦争を煽ってですね、嘉手納基地から F-15 54機がいなくなる、それは理由として F-15 が老朽化したからということもありますけど、なら
老朽化したなら他の飛行機が来るのかといったら来ないんですよね。定位翼何と言ったかというと、アラスカなりグアムなりにいる F-28 やあるいは F-16 戦闘機が巡回でやってくるとこう言ってます。私なんかにはですね、これは刀口を空にして、いざ有事となったら自分たちは逃げ込むということなんだろうと思うわけです。ここに書いてあるように、嘉手納基地は中国から近すぎて脆弱だ、一機も生き残れないだろう、嘉手納基地は持たないだろうということを言ってます。じゃあ聞きますけど、嘉手納基地がそうであれば、なぜ隣の、台湾の近くの与那国島や石垣や宮古島に、わずか台湾から100キロしかない、中国本土にわずか数百キロしかないようなところは脆弱じゃないんですか。嘉手納基地が脆弱なのに、宮古、石垣、与那国は脆弱じゃないんですか。そこに自衛隊を貼り付けるというのはいかなるものですかということをまず言わんとなりませんですか。皆さん、これは米国の魂以外の何者でもないということがよくわかります。ふざけやがってこの野郎、いつも腹に立ってしょうがありません。そういう状況です。ぜひそのことをですね、まずお伝えをしたいと思います。ついでに次に申し上げますが、これは嘉手納基地の航空隊の話です。次は海兵隊ですか。沖縄に1万とも2万とも言われる海兵隊がおりますけど、この海兵隊も沖縄からとんずらするんですね。戦争の真っ先に駆けつけるという海兵隊が沖縄から逃げるんです。言われていることはこういうことです。沖縄の海兵隊を仕切っているのはですね、第3海兵遠征軍と言います。軍です。アメリカに3つある軍のうちの1つが沖縄にいます。第3海兵軍遠征軍と言います。その下に第3海兵師団というのがあります。そしてその下に海兵連隊というのがあります。その海兵連隊というのは、私たちが今連日運動しているキャンプシュワブ、辺野古のキャンプシュワブに1つあります。第12、第4海兵連隊です。で、隣の金町にありますキャンプハンセンというところに第4海兵連隊があります。どちらにも2000人近くの海兵の歩兵連隊がいるようです。つまり、有事となったら真っ先に駆けつけて戦う海兵隊部隊が2つの基地に2000ずつ貼り付けられています。ところがですね、去る1月13日の2プラス2で外務防衛担当大臣会議でですね、アメリカの海兵隊を再編すると言ったんです。どう再編するのかと聞いたらですね、この2つの2000人が貼り付いている海兵隊の歩兵連隊をですね、その海兵沿岸連隊、沿岸連隊というふうに名称を変えて、今3つその連隊ができるようですけど、1つはハワイにある。で、沖縄にいる2つのその海兵連隊を再編をして沿岸海兵隊に組織替えをします。そして組織替えをした挙句、1つはグアムに持っていくというわけです。グアム島に持っていくと。で、残りは1つです。1800名から2000人と言いますが、あの中国と戦争しようという連中がですよ、沖縄に残った海兵隊は1800人しかいないというわけですよね。皆さんよく考えてください。考えてみてくださいね。これは戦争はできないという、戦争はやらないというメッセージです。にもかかわらず日本にはですね、防衛費を倍増しろ、そしてアメリカの中国ミサイルトマホークを1機2億もするトマホークを500機も買え、あげくは長距離ミサイルを作るからそれを買えと言って、ついに43兆円もの予算を日本からぶんだくろうとしてる。これ冗談じゃないか、こんな野郎ぶち殺せやぞって言われますよ、本当に。そういう類ですよ、その彼らがやってることはですね。で、恐ろしくなりますが、そうやって自分たちはですね、さっさと逃げまくっているのに、私たちを戦場にして日本の部隊を引きつけて戦をさせる。そして一番気の毒でならないのは台湾ですよ。台湾にはですね、すでに数兆円規模の軍事援助が行っている。
もし有事となったら米軍はいないけどウクライナのように武器は全部供与するから戦え戦え戦えというふうにやります。台湾にも5000万の人がいるというふうに言われています。おそらく米軍が来ないで戦場となったら一体何百万の人が死ぬんだ、そういう思いがしてなりません。そして今沖縄で誠しやかに言われているのは台湾から避難が来るからそれを受け入れる、どうやって受け入れるかという話まで今出てきているわけです。沖縄の人間も逃げ場がないのに台湾から何百万の人をどうやって受けるんだ、アメリカはそういうことまで沖縄に要求している。このクソ野郎感じた口かしてたもう何回もそれ惚れ込むね皆さん思いはでも一緒ですよね。本当に腹が立ってしょうがないんですが、そこでなぜそんなに恐怖するのか調べてみました。なんでアメリカがそんなに恐怖をして中国が台頭してくる、経済的にも軍事的にも台頭してくる、それを抑えないとアメリカの覇権はない、だから何とかして抑えたい、だけどその中国とまともに向かい合ったんじゃ持たないから日本を巻き込むしかないというようなことなんでしょう。だってバイデンさんが登場してからあのアフガンのあのカブールのあの惨めな撤退、1973年のサイゴンが陥落をしてアメリカ軍が逃げ惑う姿を彷彿とさせました。20年戦って100兆円つぎ込んだアフガンからああいうふうに無様に逃げた、そのアメリカが自らを凌駕するかもしれない大国中国とどうやって戦うというならそれ見せてごらんよ、ないんでしょう、本当に現にないんですよね、現にないんです。でそのことを、先生方がお越しですからもう私が言うことじゃないと思うんですけど、私の資料で言うとですね、11ページ、次の11ページあってみてください。これですよね。この12ページの説明があるように、中国軍切り札空母キラーの配備、これはもう2010年代から進んでいるようですけど、この左の図にあるようにですね、中国には高性能のミサイルがもうすでに配備されているようです。1000発、2000発配備されているようです。で、これは実に、凄まじい高性能で、沖縄の嘉手納基地の滑走路をピンポイントで破壊するようです。あるいは、九州の南端から沖縄、台湾、フィリピンといったら第一列島線と言われています。その防衛ラインの内側、外側にやってくる、つまり地球規模で言えば西太平洋にやってくるアメリカの空母艦隊をですね、ものの見事に破壊してしまうぐらいの性能があるようです。これがつまりここに書いてある空母キラーってやつですね。その空母キラーのミサイル群が大量に配備されていることからアメリカはここにもう寄れない、だから先ほど言った脆弱だという基地になっているわけですね。そういうことでアメリカは沖縄からも嘉手納基地からも逃げ出すという形になっているようです。そこで私たちは戦わないけどあなた方で頑張ってくれというのがおそらく今回の日米の協約であり合意だろうというふうに思うわけです。こんな馬鹿げた戦争に入っちゃならんですね。こんな馬鹿げた戦争に日本の若者たちを生かしてミサイルの餌食にさせるわけにはいかないですよね。岸田さん、次はあなたに申し上げますが、いい加減にやめなさい。お前みたいな総理大臣に向かないしならないしやっちゃならないんだ、そのことを強く言わんとなりませんね。皆さん全員その確認をしたいと思います。資料の、何ページかでありますが、まとめたこの3文書をですね、ひどい話ですよ。4ページの国家防衛戦略が見えますが、その下の方にカッコ3で防衛力整備計画というのを、つけました。カッコ2の防衛戦略ですね。防衛戦略の
丸1防衛目標というのがありますが、そこです。我が国への侵攻、あ、これ字を書く違いました、侵攻ですね。侵攻が正規した場合には主たる責任を持って対処し、同盟国などの支援を受けつつ阻止排除するというふうに書いてあります。どういうことですか。安保条約第5条にはですね、日本に有事が起きたらアメリカが防衛すると書いてあるじゃないですか。だけどついにここで立って日本に有事が起きたら日本が責任を持って戦うんだということが明記されています。アメリカが撤退することを日本政府は了解をし、そして中国の戦争が起きたら日本が対処するというふうに書いてあります、ね、私はそのことを今日言いたくて来ました。これはやってはならんことです。私どもが作ったノーモア沖縄戦ぬちぬ宝の会で作ったパンフレットがありますが、これ売れに売れまくって今5000部ほど売れました。どんなに吸っても間に合わないですね。最初は800ぐらい吸った売れました。そして1000、2000、毎月その都度1000ずつ売れましたが、こんなその、なんて言うんでしょう、左翼が言うところの世間的に言えば左翼ゴリゴリが連中が作っている反米パンフレットだろうとこういう言いそうですか。現にまあそうなってるかもしれません。でもですね、これ石井行さんという共同通信の、記者が講演に来た時のことを書いてありますが、石井さんはこう言ってます。台湾有事が起きて、そして米軍が主導してガッチャンコが起きたら、これは日本政府は15年に作った安保法制の存立危機事態と認定をして自衛隊が参戦をしていく、米国が意識的に作った戦争に自衛隊は参戦せざるを得ない自動参戦システムが出来上がっているということを見事にカッパし記録しています。それでよく呼ばれています。それを止めるためには国会で米軍の我が国からの出動を止めるか、あるいはその事態認定を国会が拒否をして自衛隊が参戦する道を止めるか、その方法しかないんだということを石井さんは書いているわけですが、述べているわけですが、そのことをまとめてあります。ぜひそのような話になりますが、これから具体的な、有事という局面がやってくるかもしれませんが、皆さんどうぞそういう局面にですね立ち入らないために、今米国が仕組んでいるそのとてつもない自国本位のアメリカ本位の、そしてアジアはアジア人の手によって叩け、中国はアジアの手によって叩け、そして中国がロシアにより疲弊すれば、ロシアを疲弊させ中国を疲弊させ、アメリカは未来永劫安泰だというアメリカの独善的なですねドグマのような、そのような戦略に私たちが飲まれるわけにはいかない、まあ、そういう思いがいたします。ぜひそんな思いでですね、これそのまま画面を配信されるとやっぱり山城過激派だあいつはやっぱり危ないというふうに言われて、今超党派で仕掛けようとしている沖縄の反戦団体反戦運動が少し危うくなりそうです、画面上で編集される皆さん、やばいところはちょっとカットしてですね放送してもらいます。でもこれは本音ですから、はい、ぜひまとめてほしいというふうに思います。昨日は、玉城知事が、東京に来て講演もしたようです。知事もいよいよ、ここに来て、有事につながるようなことは断固反対だ、自衛隊には賛成だけど、そのような行き過ぎた防衛政策は反対だということをおっしゃってくれました。これから全県下で連帯をしながら反戦運動を作っていく、そんな思いでいます。どうぞ皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。心の声が挟まれる昨日見の声には私たちも本当に共感を覚えました。頑張りましょう。ありがとうございました。今からも進みはしますけれども、今の山城さんたちの戦いに対してカンパを集めたいと思っております。後ろの方で袋を持っておりますので、ぜひ皆さん一緒に沖縄の怒り共感しながらカンパをお願いいたします。
で、それからあの共同テーブルの賛同用紙もこの中に入っております。賛同していただける方、あのお書きいただいてテーブルの方に置いていただきたいと思います。では、40分までの間、あの休憩時間にいたしますので、よろしくお願いします。今回に立ち向かうあの開始まで1分前になっておりますので、ご着席の方をお願いいたします。政策大転換に立ち向かう、今から始めます。コーディネーターの清水雅彦さんにお任せいたしますので、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、日体大で憲法を教えている清水です。これからはあのこの安保政策大転換に立ち向かうというシンポジウムを私のコーディネーターという形で行いたいと思います。なぜ私がコーディネーターなのか、ちょっとこう非常に大変な仕事で、皆さんの発言時間守ってくれそうもなさそうな感じで、もう猛獣使いのような気持ちになっておりますけれども、一応ちょっとあのタイマーをセットして、話をしていただきたいと思いますの でちょっとあの統一して、あの共通して3付けであの呼ばせていただきます。で、最初に高潔さん、私、順番に話をして、福島さんが話をして、で、先ほど山城さん話をされてますので、ここではまず話はせずに、3人の話が終わった後に、この4人の間で、相互の意見交換をし、そして皆さんから質問を受けたいと思います。それではあの高潔さん、まず10分間でお願いします。はい、それではあの猛獣の一人目として高潔です。時間が10分ということで、いつも2倍速で話すんですけども、今日は特別に3倍速でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。今もう山城さんが私が言おうと思っていることを果敢におっしゃっていたので、あまりダブりたくないんですけれども、皆さんあのレジュメをご覧いただきたいんですけども、14ページから私のレジュメです。安保3文書を批判するというところですが、この安保三文書はいろんな人たちがいろんな見解を述べておられて、全て最もだと思うんですけども、私は4点だけここで早口で、こういう点が非常に重要な問題ではないかということを申し上げ、そして後半の方で、私たちはじゃあどうすればいいのかということの提言めいたことを申し上げて10分としたいと思うんです。で、最初にですね、この安保三文書を偏在した国際軍事政治の認識、山城さんがもう見事に看破されたんですけども、どこまでアメリカに従属し隷属したら気が済むんじゃというようなことが書いてあるわけです。どこまでもいつまでも君といつまでもっていうのはどっかで聞いた歌ですけれども、アメリカといつまでもどこまでも、アメリカが水に飛び込め火に飛び込めって言ったらイエスアンと言って飛び込む、そのことを宣言した、それを公文書という防衛省の官僚が一生懸命頭をひねって書いた文書か知りませんけれども、そこによって要はアメリカの人柱になります。そして、山城さんの住んでおられる沖縄がアメリカ本土防衛のための盾になります。どうぞ使ってください。で、皆さんこれ今山城さん強調されたようにですね、与那国西南諸島だけではなくて九州、そして、日本列島全体がアメリカの本土のための防衛になるかって、宣言は沖縄をご存知のように日本本土防衛のための盾にさせられちゃった、ステージにさせられちゃった、あ、そういう歴史があったんだなと思っていたら、今度私たちの住んでる日本列島隅から隅までアメリカ本土防衛のための盾にさせられる、ステージにさせられる、それでよろしいんですかっていうことを今江水さんが繰り返し繰り返し強調されたと思うんですね。重く自分事として受け止めていきたいと思います。そのことをですね、実はこの安保三文書の一つとして明記してあるわけですね。で、2つ目にですね、国家総動員体制、ちょっと16ページ目のことです。これちょっと難しい話かもしれませんけれども、安保三文書を読んでいるときに、これ17ページに国家安全保障戦略に書いてあるんですけども、国家安全保障の最終的な担保である防衛力の抜本的効果と書いてあるんですね。さらっと読めなくもないんですけれども、国家安全保障、国の言うところの安全保障の肝は軍事力であると言い放っているわけですね。ちょっと待ってくださいよと、宣伝は確かに国防の肝は軍事力、軍部が威張って軍事力になった、それに従って日本が破滅させられただけではなくて、アジア近隣諸国民多くを懲らしめた、殺害してしまった、その反省の上から日本憲法を私たちはいただいてこれを生かそうとしている。
けれどもこの安保3文書の非常に大きな問題として国家安全保障の最終的な担保である防衛力の抜本的な強化と書いてある。以後ですね、私たちの国は軍事力を中心にしてアジアに世界に覇権を唱える第二のアメリカになろうと宣言しているわけですね。そしてですね、人も物も全て戦争の資源として位置づけられる、そういう思想に貫かれているわけです。これ何のことはない、戦前でいうところの国家総動員体制、その思想が息づいて、またゾンビのごとく今蘇っているということが言えると思います。その証拠にですね、3番目、戦前の国防3文書、あの歴史の話でちょっと耳遠いかもしれませんけれども、帝国国防法人というのが他の2文書と一緒に1907年、明治40年に作られました。1907年というのは日露戦争が終わって2年後です。その後1936年、昭和11年に改定されるまで何度か改定されました。で、国防三文書によって日本は侵略戦争をするんだということを明明白白にさらしてしまったんですね。特に1936年の 国防三文書の一つには、ちょっとこれあのカタカナ書きで読みにくいので今読み上げませんけれども、最後の方だけ、最後の下線ですね、かつ外交これにかないもって国家の発展を確保し、一朝一夕に際しては機先を制して速やかに戦争の目的を達成するにありと、こう書いてある。つまり相手がやってくる前に先に撃つことが軍事的合理性にかなっているんだ、日本政府は日本国家はそうします、帝国日本ですね、と同じようなモードでこの度の防衛三文書には書いてあるわけなんですね。ああ、この平和国家と言われる日本もついに中国をはじめとする仮想帝国をこさえて軍事力を中心とした軍事国家になるんだ、軍事大国になるんだ、それを担保するのが今日お話に出ていた防衛増額43兆円、ローン含めたら60兆円にならんとする巨額の費用であるということなんですね。国防三文書と同じ安保三文書、戦前戦後貫く軍事国家への道、これを何とか阻むという話が今非常に大きくテーマになっているわけなんです。それと今度は4つ目、これもまた自衛隊の組織内部の話ですから、なかなか、メディアでも取り上げてくれないんですけども、この文書の中に2004年、5年には統合司令部設置っていうのが明記されます。統合司令部っていうのは一口で言うと作戦戦闘司令部なんですね。つまり、アメリカの軍人のトップと日本の政府のトップが一緒になって、そして戦争がする国ではなくて戦争ができる国、そのためには統合司令官という部署ができる、そういうポストができるということなんですね。おそらくこれは来年以降、まあ2、3年のうちに作ると言ってますから、いよいよもって日本も戦前の大本営のような戦闘指揮所というものが作られる、もういよいよもって軍事国家の組織というものが立ち上がる、こういう話なんですね。で、以上の問題だけではないんですけども、この安保三文書の動きに対して私たちは一体どういう取り組みをしたらいいのかということが18ページです。18ページ以降の自立した外交防衛政策への提言ということなんです。で、サブタイトルをご覧いただきたい。サブタイトルには非武装非同盟政策の選択は可能かと書いてあります。さまざまな安全保障政策があります。福島さんの社民党を含めてですね、各政党いろんな安全保障政策をお持ちで、それを日々検討されていると思うんですけれども、私は民間の一研究者として提言申し上げたいのは、やっぱり非武装そして非同盟、アメリカにも中国にももちろんロシアにもどこそことも同盟関係を結ばない、軍事ブロックによって平和は担保されない、そうではなくて、かつて日本が一時希求したように非同盟によって初めて成立する平和というものを自信を持って構築していこうじゃないか、それが非同盟非武装ということなんですね。こんなロシアがウクライナに侵略したのになんて軍縮だ非武装だ、きっと今日会場にお目になっている方も5、6人は最低おられると思いますいや、もっとおられるかもしれません。でも、ありがとうございます。でも私は中国が脅威だなんていうことは鼻から思ってないんです。ロシアが日本に攻めてくるなんていうことも鼻から思ってないんです。ただし日本がアメリカと軍事ブロックを結んで反撃能力を持ち、500発のトマホークを持ち、何々を持った時にいくら中国でもいくら北朝鮮でもいくらどこそこでも身構えるしかないんです。私韓国の研究者と毎日のように、カカオトークでやり合ってますけれども、こう言ってます。韓国ですよ、韓国にも日本は自衛隊を
出兵させる気があるのかどうか、半分本気半分にゃんと笑って言ってくれます。韓国ですよ、日本の同盟的な国家ですよね。でこうも言ってますね、日本が反撃能力するときには事前に韓国に通知してくれって。から台湾の友人、台湾の教え子たくさんいますけれども、行ってきてます。あの台湾有事なんていう、なぜそんなことを日本が言うんだ、台湾有事は日本有事、とんでもない、もうほっといてくれと。中国と台湾の問題は両岸問題といって、これは台湾と中国が差しできちっと議論する問題で、そこにアメリカだの日本がささり出てぐちゃぐちゃにしないでくれ、こう言ってますよね。で中国もまあ台湾の武力侵攻って言ってますけれども、習近平さんもそう言ってますけれども、本音はね、台湾で独立派がこれ以上増えないこと、いや増えてないんです、実際には現状維持派で統一もしたいという人も1割2割、もっとそれ以上いるかもしれませんけれども、台湾の問題、中国の問題に日本は必要ないと思います。でこれ時間がもうありませんので、19ページから20ページにかけて全部で4つ5つの提言をしています。これをお目通しいただくしかもう時間がないんですけれども、ぜひ私たちは、私たちが自律的で主体的な防衛、そして、命の安全保障って共同テーブルで言ってますけれども、そういった人間中心の安全保障論というものを深く強く築き上げていくということがますます求められているということを申し上げて、あとはレジュメをご覧いただきたいということで終わらせていただきます。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございました。ちょっと時間を守っていただいてちょっとびっくりしましたけど、はい、じゃあそれじゃあ今度私がちゃんと守らないといけませんけども、10分で話をしたいと思います。資料集の23ページからレジュメ入れておきました。ちょっと PDF で送ったんですが、少し私のと体裁が違うんですけれども、昨年6月に似たようなテーマで、5分で話しましたが、その時レジュメ4ページだったので、今回8ページにしました。もちろん10分で全部話をできませんので、詳しくは後で読んでいただければと思いますけれども、でまず23ページからですね、関数字1のところで簡単に3文章、特に国家安全保障戦略を中心に、どういう内容があるのかまとめておきました。で、24ページのところのアラビア数字2ですね、で背景のところも私の絵に考えたことを入れておきました。で、で24ページの下の方の関数字2から少し話をしていきたいと思いますけれども、でこの敵地攻撃論っていうのは2020年、最近だとこれから議論が始まっていく、その流れを追ったところになります。で25ページのところに入ってほしいんですけれども、で、丸2のところですね、2020年から突然始まったのではなくて、以前からこの議論がありまして、56年の国会の答弁で、敵地攻撃は法理的には可能だと、答弁するんですが、59年の答弁で、しかし、憲法の観点から、実際にそういう兵器持ちませんよと、これがずっと続いてきたんですけれども、その頃の議論を見ていくとちょっとずつ質が変わってきます。例えば70年あるいは99年の、答弁を見ますと、日本がその攻撃されるというのは現にその攻撃されたということじゃなくて、相手国が、着手した時だと、こういう考え方政府が打ち出すんですね。でレジュメの26ページに入っていきますけれども、でその後2000年代に入りますと、2002年2003年福田あるいは石破の答弁ですけれども、相手がミサイルに燃料を注入した段階、あるいはミサイルを起立した段階で相手の基地攻撃できるんだと、いわゆるその先制攻撃論にその後変わってくるわけです。でその後もレジュメにありましたように、ずっと自民党はこういう議論を続けてきて、2020年に突然出てきたわけではありません。で丸三が今回の3文書の定義、反撃能力の定義を入れておきました。やはり注意しなければいけないのは、敵基地ではなくて相手の領域という形で攻撃範囲が拡大していることと、あと2015年の戦争法のいわゆる存立危機事態でも適用されますよということを打ち出している点です。
で次の2のところが政府の立場、防衛白書から引用しておきましたけれども、ちょっと気になるのが2の丸2の保持できる自衛力の説明で、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えられている、られっていうところをこれ白抜きにしてるのはなぜかというと、一昨年までの防衛白書は考えているとしていたのに、昨年の防衛白書では考えられているという形に変わるんですね、突然。で、受動体に変わったわけです。能動体から受動体に変わるっていうのは、あたかもなんかこれ人事のような表現になるわけですけども、なぜ突然これを変えたのかっていうのはよくわかりませんが、こういうふうに表現が変わっております。で、27ページに入っていきますが、で私の立場からの検討というのは、私は自衛隊憲法違反と考えてますから、敵地攻撃の中身論ずるまでもなく当然憲法違反になります。よって私の話はもうこれで終わりになってしまうわけですけども、それでは芸がありませんから、従来の政府の立場から検討する、27ページの下の方ですね、アラビア数字の4番目のところ、先ほども防衛白書を紹介しましたが、28ページに入りますけれども、政府は9条2項解釈、戦力は持っちゃいけないけども実力は持てますよと、ただこれあくまでも実力であって軍隊ではないわけです。そしてあとやはり、国会論戦大事で、平和を求める、行為をバックに野党が政府を追及することによって、レジュメに挙げたような自衛隊の海外派兵の禁止などの具体的な制約を課してきました。で54年の自衛権行使の3要件も実際に日本が攻撃を受けた後でなければ自衛権行使できないとした、一定の歯止めをかけてきたんですが、次の丸2ですね、そこに、まとめましたように、従来の制約どんどんこれ形骸化してきましたし、2014年には武力行使の新3要件によって、限定的な集団的自衛権行使も可能になったわけです。でしかし考えなければいけないのはまず、丸4の国連憲章の観点ですけれども、国連憲章は加盟国に野放しの集団的自衛権行使を認めてません。攻撃を受けた場合、そして安保理が必要な措置を取るまでの間、そしてあと均衡性の要件といいますけれども、この3つの要件を課して、自衛権行使に歯止めをかけているのが、国連憲章であるわけですけれども、の主張紙の29ページに入りますが、でもし日本のこの敵地攻撃が先制攻撃になれば当然国連憲章に反するという問題があります。でさらに、敵基地に限定しない、相手の領域という表現を使ってますけれども、攻撃対象がかなりこう拡大していけば均衡性の要件にも反するということで国連憲章上問題があるわけです。で29ページのアラビア数字の5から見ていきますけれども、で敵地攻撃批判の視点とちょっとまとめておきましたが、まず丸1ですが、当然先制攻撃としての敵地攻撃は国連憲章に反するし憲法にも反する。さっきも言いましたが、さらにこれ厄介なのは着手でも可能だと言ってるわけです。だから着手の場合は誰かがこれ主観的に判断する要素が入り込んでますから、その着手の認定を間違った場合はこれやはり先制攻撃になるという点で問題があるわけです。で、丸2ですけども、敵地攻撃には先制攻撃ではない敵地攻撃もあるわけです。だから実際に日本が攻撃を受けた後に相手の基地などを攻撃するというか、ものもあるわけですけれども、でもこれもやはり従来の政府解釈からすれば海外派兵の禁止に反するわけですし、で国連憲章との関係でもやはり攻撃対象が拡大すれば問題があるということになります。で次の丸3ですけれども、ちょっとこれ皆さんも考えてほしいのは、この安保三文書などあるいはこの間の敵地攻撃論批判する側が、これ敵地攻撃という表現を使っているわけですけれども、でもちろん政府が言う反撃能力という表現は使うべきではありません。で、じゃあ敵地攻撃でいいかというと、さっきも言いましたように安保関連3文書では敵基地に限定してません。相手の領域という形でもっと対象が広いわけです。でそうであれば、私たちがこれ敵地攻撃だというのは
やはりこう正確ではないので、まあ、なかなかこれに代わるいい表現が、ちょっと定着まだしてないわけですけれども、まあ、敵地攻撃、相手国攻撃、全面攻撃、まあ、少しその反対する側も相手が狙っているのは単なる敵地攻撃ではありませんから、これやはりこう表現考えていかなければいけないと思います。であと丸四のところですが、よくそのこれ批判する人たちが敵地攻撃イコール先制攻撃だという批判する人がいますけども、敵地攻撃には先制攻撃としての敵地攻撃とそうでない敵地攻撃がありますから、こういう単純な批判はできないと思いますし、先制攻撃ではない敵地攻撃に対する批判ができなくなりますから、これはやはり注意が必要だと思います。であと29から30ページに挙げたのは、まあ、福島さん、C さん、半田さんの表現引用してきましたけども、その存立危機態でこれ、やるんだと、で日本が攻撃されてないのに日本が攻撃するのは先制攻撃だという批判の仕方をされてるんですが、国連憲章は集団的自衛権認めてますから、これを先制攻撃という批判は私はできないと思います。でレジュメに書きましたように、存立危機態における着手の判断を誤った場合は先制攻撃になるわけですけれども、やはりちょっとこう正確な表現から批判した方がいいのかなというふうには思いました。であとはそれよりはやはり集団的自衛権国連憲章で認めていることが問題だと思います。でそれは5のところ実態論、5のところには挙げましたように、アメリカ主導で国連憲章に入れてしまった、実際には大国が小国に攻め込んだに集団的自衛権を行使してきたわけですから、これはやはり私は国連憲章から集団的自衛権削除する方向で検討しなければいけないと思います。じゃそれでは以上で私の話を終えたいと思います。ちょっと早いのですいません。それでは次、福島さん申し訳ないですが、ね、5分間でお願いいたします。どうも皆さんこんばんは。たくさんの皆さんに心から連帯のご挨拶おめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。別に今日誕生日じゃなくて、昨日実は25周年在職永年表彰を受けたので、どうもありがとうございました。ありがとうございます。でですね、尊敬する作家 の小さなお家とか優しい猫を描いている中島京子さんがこう言ったんですね。安倍がこね、菅がこねし、戦争を持ち、何も考えずに食うは岸田って言ったんですね。これはもちろん織田がこね、橋場がこねし、天下持ち、座りしままに食うは徳川の文字入りなんですが、本当に岸田さんっていうこの10年ですよね。まさに戦争のできる国、戦争する国を安倍さんがやる、そして学術会議に対する学問の自由に対する弾圧を菅さんがやる、そして総仕上げとしてまさに安保3文書で戦争する、戦争持ち、むしゃむしゃ何も考えずに食うなという、食うなって言ってね、食べるなっていう感じですが、でも安倍さんの、まさに安倍さんの一派って言ったら変ですが、頭角運動が起きないように、もう岸田さんはその安倍さんと菅さんの路線でもう戦争へ突き進み、何も考えない高揚感というかですね、それでも突き進むというふうに思ってるんじゃないかと思います。そして、まあ、山城さんから、まあ、尊敬する山城さんからもありました、アメリカは無人のミサイルなんですよね。そしてどんどん自衛隊基地、ニュータバルや月追試合、いろんなところも地下化するとかね、何かじゃあもう攻められることを前提にしている。で今国会の会議中で衆議院の予算委員会をやっています。でその時にですね、やっているんですが、たくさん論点があって、まだまだ何か深まらない点もあるかなと、だから私は参議院の予算委員会なので頑張ろうと思っています。で一つは岸田さんが安保3文書が確定する前は何も決まってませんみたいに言っていて、そして決まった後はアメリカに行って報告はするものの、今国会で手の内を示すことはできませんとか言ってですね、ちっとも説明しないということも問題だと思います。それからでも重要なことも結構答弁してて、被害が生ずることは認めてるんですね、政府の答弁で。結局やはり被害、戦争の被害が起きることを認めてるとか、こういうことをもっときっちり深掘りしてですね、大いにまた議論していきたいと思います。それで、今日お話したいことは
一つはその戦争の危機、まさに社民党は去年頑固に平和、暮らしが一番、戦争させない、でもヒリヒリするようなもう日本のどこも戦場にさせないっていう、そのために政治はあるのだと、一体外務省は何やってるんだ、どういう外交をやってるんだという質問も本当に国会でしたいんですが、今日今から申し上げることは、異次元の予算案のことです。6兆8000億円防衛予算、それだけにつきません。まさに、防衛力強化資金が3兆円以上、今度の予算案に計上されています。利益剰余金や国有地を売却して資金を作ると、でこれはその軍事のためだけしか使わないんです。これって戦前の軍事特別会計とどこが違うんですかと、お金をかき集めて軍備強化資金にするのが今の予算案に計上されてるんです。つまり5年後を待つまでもなく、実際は10兆円を超しています。でこれが問題なのと、これは何かっていうと、今国会に2つの法案が出る予定です。で1つが、防衛予算確保法案と軍事強化、軍事力強化法案の2つです。これをとにかく止めたいんですね。何かお金をどうかき集めるかっていう話と同時に、防衛力強化法は問題なのは、1つは例えば、まあ、というか日本の軍需産業の育成なわけですよね。日本の軍需産業を育成していく、経済的経営的に経営が成り立たない軍事工場はを重要であれば日本が国有化するというものです。税金で買って国有化して、そして 業務委託をそこにすると。なんかもう原発もですね、社用産業の原発に金つぎ込むと一緒で、もう一つその軍需産業を国有化する軍事工場、すさまじいわけですよね。国鉄民営化し、郵便民営化し、水道も民営化法案作って、なんで軍事工場の国有化なんですか。これありえないと思うんですが、それが入っています。外国から言われて武器の使用を変更する場合にはそれを補助するっていうのもあります。武器を売って金儲け、自民党は殺傷能力のある武器の供与について議論してるんですよね。まずウクライナに出すかもしれませんが、武器を供与する、武器を輸出する、日本はいい国でした。武器を海外に売らない、非核三原則、専守防衛、そして軍事研究をしない、武器見本市をやらない、これを全部今壊していっていると。とりわけこの予算と、まさに財政制度の面でまさに軍事化が始まっている。で皆さんに申し上げたいのは、この、まあ、安保三文書の撤回を求める、それからこの予算案は認めない、それからこの2つの法案、これの問題点、軍事工場の国有化なんかありえない、もうどんどんもう軍事で日本をやろうとしているという、しかもそれを法律によって担保しようとする、これを本当に止めていきたいというふうに思っています。実は大変な法律がやっぱり国会に出ていて、まあ、もちろん原発の推進法もダメだし、学術会議通し法案もダメですが、このまさに安保三文書をもっと具体化する財政の面で、これを一緒に止めていきたいというふうに思っています。一緒にこれを撤回させるために頑張りましょう。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。じゃあそれでは山城さんから今3人発言が続きましたけども、それぞれ誰に対しても構いませんが、意見とか、質問とかあればまず出していただければと思いますが。あ、私は発言がないというからボケっとしてしまいます。それぞれから力強いお話がありましたのでですね、また、次の議論の中で少しすいません。はい、わかりました。じゃあそれじゃあ私から小池さんにちょっと質問したいんですけども、先ほど戦前の国防三文書を挙げられましたが、で今日のタイトルテーマも新しい戦前が入ってますけども、その戦前のこの三文書と今回の三文書、共通する部分と違う部分当然あると思うんですが、そのまま戦前と同じ状態になるとは思いませんが、そのあたり少し補足していただければと思います。1936年に戦前最後の帝国国防方針など
いわゆる国防三文書ができたときに、多くの国民はメディアを通じてその真相なり中身なりについては、これはもうトップシークレットの話で、この度の防衛三文書は新聞等々で12月17日ですか、オープンにされたんですけども、戦前の場合は実はそれは伏せられているわけですね。ただ、軍人さんがいろんなところで講演講話等々をやるときに、いやうちはこういうものが今あるんだよということを、まあ、いわゆるほのかに示すだけであって、中身について我々は今その安保三文書については一字一句検討の対象にできるんですけれども、戦前はそういうことはできませんでした。特に1936年というのは皆さんご案内の通りですね、226事件が起きて、結局軍部クーデターですよね、1400人も動員して、で一気に、まあ、いわゆる軍事政権が事実上できていくわけなんですね。で36年の翌年が37年、先ほど申しましたように盧溝橋事件ということで、もう一気に準軍事化から軍事化へ大転換をしていった、それは1936年なんですね。そういって言うと、安保三文書ができたから来年再来年ですね、日本が大侵略戦争を始めるというつもりは私はもちろんないわけなんです。ただいつでもI'm ready ってアメリカに言われて、Ready now っていう、つまりもう準備できてますよっていうことを、まあ、やるアメリカに対して言わざるを得ない、言わせられているというのが今日の実態なわけですね。で戦前の場合にはまだ40年軍事同盟を結ぶ前、3年前ですから、4年前ですから、いわゆる単独で侵略戦争化していくわけなんですけども、この戦後の現在はアメリカやオーストラリア等々といわゆる軍事ブロックを形成して、日本がいわゆる没主体的に戦争に加わるという、いわゆる自動参戦という形になっていくわけなんですね。でそういう意味で言うと、日本がいくら平和国家だと言っておっても、日米同盟がある限り、やはり新安保法制がある限りですね、私たちは好むと好まざるに関わらず、アメリカのための人柱にさせられていく、まあ、それが大きく言えば戦前戦後の違いだろうというふうには思います。あ、はい、ありがとうございました。じゃあ私はちょっと福島さんに質問ですけども、まあ、12月に閣議決定三文書されました。でしかし、まあ、先ほど福島さんの話もありましたが、これ、まあ、法律通さないと実際には、実行できないし、あと予算を取らないと無理なわけです。でそういう中で国会で、まあ、活動されていて、まあ、立憲民主党は今の執行部はその括弧付きの敵地攻撃自体は、反対ではないわけですけれども、この三文書の問題について立憲民主党はどこまで、抵抗できるのか、あるいはこう立憲民主党を巻き込んでこれ反対運動するのにどうすればいいのか、何か、ご意見あれば教えてください。そうですね、でもたくさんの人をやっぱり、まあ、と力を合わせてやっていかなければならないので、国会の中でも、まあ、今日市民連合と立憲フォーラムとの間の意見交換もありましたし、社民党と市民連合との意見交換もあり、またやはりこの安保三文書について、問題があるという観点から、でやっぱり戦争させないという観点から参議院の予算委員会をやろうということは話をしているので、まあ、それは一緒に本当にやっていくということになると思います。だから国会の中は敵を作るというよりも味方をとにかく増やさなければならないところなので、私はまあちょっと欲深く言うと、自民党の中でももう本当に戦争反対っていう人たちと力を合わせてやって、とにかく探して一緒にやっていきたいというふうに思っているところです。はい、ありがとうございました。じゃあ山城さんにちょっと、聞きたいんですが、このレジュメ、今日のレジュメ集、先ほどの29ページのところですね、私のレジュメのところの、その29ページのところなんですが、で先ほど述べたこのアラビア数字5の丸3のところなんですけれども、で安保三文書のやはり 内容からすると、敵基地攻撃ではない、相手の領域も攻撃対象になってますから、だから反対する側もこの敵基地攻撃だという表現、まあ、本当は使うべきじゃなくて別の表現にした方がいいと考えて、一応レジュメでは敵基地攻撃、相手国攻撃、全面攻撃と、まあ、3つほど別の表現、考えてきと書いてみたんですが、まあ、特に山城さんのような沖縄に住んでいる者からすると、今回のこの括弧付きの敵基地攻撃に対して
まあ、どういう表現を使って反対運動をするとこう、多くの人に訴えやすいのかということは何かアイデアあるでしょうか。中身少し深掘りしすぎて私はよく分かんないですけどつまりですね、こういうふうに思われてあの実際にはですね、中国は台湾に侵攻する気はないわけですから、台湾侵攻はありませんけれども、するぞするぞというふうに脅しをかけて日本を国家体制に、戦時体制まで持っていってしまっています。もう憲法はなきに等しいような状況です。今おっしゃるようなその敵基地攻撃能力がしています。でそうするとですね、そういう、脅威はないのに、日本はすでにもう軍事国家体制に、まあ、作り上げられている。でアメリカからするとおいしい話しすぎてほっとくわけにいかないと思うんですね。ここまで来るのに70年かかったぜと、78年かかったぜというふうに思ってるでしょう。だからそうすると、中国が侵攻しなければ米軍も侵攻しないし、米軍が行かなければ日本自衛隊も行かないわけで、で何も起こらなかったということになってしまいます。だけどアメリカからすると何も起きないというのは一番まずいわけで、やっぱりロシアが侵攻したように中国に来てほしい、戦争を仕掛けてほしい、そうしたら日本もまたさらに騒ぐだろう、そして日本中が戦争に入って日本のミサイルが全部中国に撃たれて、中国のミサイルが全部日本に撃たれて、そしてどっちも壊滅するだろう。そういうことを一番望むアメリカからするとですね、私の一番の脅威はもしかしたらやっぱりその台湾独立ということを宣言させる。台湾独立を宣言したら中国は出ざるを得ないので、そういう事態、これはあの共同通信のその石井さんじゃない、岡田敦さんがよくおっしゃることですけど、つまり中国のレッドラインを探るということを言いたします。私なんかには思うにはですね、今の中国はこの攻めてくるもはずもないし、ましてや沖縄の嘉手納基地を攻撃して沖縄の島々を全部占領するなんて、この本当に漫画のような、どこからそういう発想が出てくる場合よと、こう思うわけです。アメリカ、中国がそんなにやるんだったらとっくの昔に沖縄占領されてるはずですが、そういうこともないのに、もうなんか本当にいかにも、台湾の同時に沖縄の島々を全部占拠する、いや沖縄本島までやってくる、だから自分たちは沖縄本島から出ていくんだというふうな漫画のような世界まで描いて、そして日本中を煽っている、そういうことですね。でそれに乗せられるように、それに、まあ、そういうふうに私たちの政府はもしそういうふうに中国が攻め込んでくるんだったら、こちらから攻め込んでこないまでもそういう兆しが見えたらこちらから攻撃するんだという話ですよね。ぜひあのそのような話を私たちは、まあ、あのやっぱり確認を、まあ、なんて言うでしょう、警戒をしながらですね、日米に、そこまで調和するようなことはさせないというふうに思うんですけど、一番恐れるのは私はそのあたりです。台湾が独立を宣言してしまう、あるいはそういう動きを作る、中国は黙っていられなくて侵攻してしまう、それをいい塩梅にアメリカは日本に出ていけ出ていけ、さあ行けというふうになる、こういうところの筋書きが明確でするようで怖いわけです。今あの、先生のお話がよくちょっとごめんなさい、敵基地攻撃というのか敵地攻撃能力というのか私も定かではありませんけど、それはアメリカが仕掛けた戦争であることは間違いないわけでですね、まあ、そのことを止めていく、まあ、そんな思いでいっぱいです。すいません、はい、ありがとうございました。まあ、なかなかあの政府の、ね、ワンフレーズの表現に対してこう反対するのはワンフレーズで反対できませんから大変なんですけど、発想力豊かな高潔さん、何かいい表現ないですかね。法的にはですね、いろんな言い方があると思います。あの国際法あるいは国内法を含めてですね、だからまあ憲法学者ですからそのことにあのこだわりを持たれるのは、まあ、ある意味では当然かもしれませんけれども私のように安全保障とか軍事問題やってる人間からするとですね、もちろん国際法とか法的表現は非常に重要なんですけれども、明らかなのは敵基地攻撃であり反撃能力であり、あれ
日本国憲法の国是に真逆の方向性の中で相手基地に脅威を与えるということ自体が日本国憲法からしてもまたは国連憲章からしてもこれは、全く真逆の発想なわけで、そういう発想を実際に取らないということを約束したわけなんですよね。でそういう意味で言うと、私は敵基地攻撃能力であれ反撃能力であれ日本が先制攻撃戦略に切り替えたっていうこと自体が大きな問題だというふうに捉えるべきであって、用語の問題、確かに私はちょっと雑な人間ですので学者ですけれどもあまり清水さんのようにはこだわらないということです。反撃能力で十分だというふうに思います。はい、それでは私ばっかりであれですから、他の方から他の方に何かこうあればちょっと出していただければと思いますか。はい、山城さんにですね、もう久しぶりにお会いして先ほどちょっと話をしたんですけども、昨年2022年9月にですね、与那国町でご案内の方も多かろうと思いますけれども、与那国町危機事象対策交付金条例というものが制定されました。1600人しかいない、しかし台湾とは110キロ、中国大陸とも非常に鼻と目と鼻の先にある、軍事的にはもっと近いわけなんですけども、ああいうものが、まあ、町長さんが町長さんって言ってしまえばそうなんですけれども、私の解釈では要するにお金あげるからさっさと沖縄の与那国から出ていけと。でこれそれを私は島を追い出しで、戦前の沖縄で言えば壕を追い出し、ガマに隠れた人たちが先に入っていって日本兵によって沖縄中に追い出されるわけですね。で漢方早に草、漢方射撃でどんどん死んでくるわけなんですね。それと全く同じではないか。この危機事象というのは危機事態の前の段階ですよね。だからなんとなくそういう雰囲気がしたら、住民が率先して逃げろ、逃げてください、その後自衛隊米軍がきちっと抑えて与那国島を軍事基地化要塞化をするという発想なんですよね。でこの基地化の軍事基地要塞化の問題というのは、実は西南諸島だけではなくて日本列島でもあるし、ご案内の通り自衛隊の各基地が今地下化行為を作ってるわけですよね。でつまり自衛隊は本気になって戦うっていう塹壕を掘ってるわけです。シェルターという地下シェルターという形でですね。でその戦面ではないんですけど、実は徳島市にも危機事象対策云々っていうのが実は4年か3年前に制定しているのであるんですけども、これに対する沖縄県民の山城さんとしてはこういう反応についてどうあるんでしょうかね。ちょっと教えていただきたい。連日地元の新聞がですね、その戦場に名指しされた与那国、石垣、宮古 その自治体の首長であったり議員であったり地元の住民であったりの意見を新聞紙に載せています。で昨日おとといの記事で出たのは、与那国の糸数町長が防衛力は当然だと、そして自衛隊が港を使ったり空港を使ったりするのは抑止力だから、それは当然のことだ、こう言い放っています。で今おっしゃるように、住民に有事が不安なら島に出て行っていいよと、その時は町は補助金を出そうという話までしています。今言うようにその追い出し作戦といいますか、そういうことなのかなと思ったりしますが、ただですね、ただじゃあそうかといって生活のあてもなければどこに住むかもないようなところで有事戦争が怖いから島から出ていこうという人がいるかといったら、これいるわけがないわけですよね。実際にドッパチが始まったらそれ逃げるしかないでしょうけど、非常に無責任だと思いますね。ひどい話だと思います。自分は戦争は仕方ないだと言いながら、自分もその戦争仕掛けの当事者になっていながら、その呵責も一つもなくて、出ていくなら結構だよと、役所から10万ぐらい寄付出すからねっていう話をする、そういう話をまことしやかにやっている今の自治体の在り方に、そもそもそこに大きな恐怖を抱くわけです。むしろこれあちこちで始まってますけど、先日は那覇市で新しい市長がですね、その住民国民保護法に基づく、避難訓練だと称して役所の地下の方に
住民を避難させる、そういうことをやったわけです。で、そういうことがずっとあちこちでやられてくると、そのもう役所も仕方がないと言って、みんな仕方がないと言って、もう戦争始まるんだと。であればやっぱりもう軍隊の言うとおり、自衛隊の言うとおり、避難するなら避難しようというふうな話になってくるなという思いがして、すごく恐怖です。で、私たち住民団体はそんなその荒唐無稽な避難訓練よりかは、首長として戦争をさせないと、住民の命と暮らしを守るためには避難訓練じゃなくて戦争を止める、そのことを私は発信すると言えと、そういうふうにずっとしてます。で、そしてその隣の石垣島、今度の3月16日に石垣自衛隊、陸上自衛隊駐屯地の開所式があるようです。スタートするようです。ここも司令部は地下に入ります。そしてミサイルが持ち込まれます。そういう状況です。そしたら昨日今日の新聞に、石垣のこの市長さん何とおっしゃるか、同じようにですね、中国の進出に対しては抑止力は当然だ。で、その市民から反対が出ている港空港の軍事利用は反対だということを私は言わない。なぜなら、自衛隊なり米軍なりが来てそこで活動するから抑止力があり、抑止力があるから中国の侵攻を止められる、そういうお話をされるわけですね。そういうふうな話を、して、軍事化を止めるどころか、軍事化をまず助長していく、そういう与那国に、そして石垣の首長たちがいることによって大きな、脅威を感じますが、ただ実際はですね、皆さん、与那国はそういうふうにその前のめりな首長がずっと続けてきました。だから自衛隊誘致もあったし、今のような事態も起きてます。だけど昨今マスコミなり報道から聞こえてくるのは、自分たちが当初自衛隊に賛成したのは、これは沿岸警備隊が来るから賛成した。それは役所が言うように、自衛隊が来れば、数百名隊で来れば、人口の減少にも歯止めがかけられる、小中学校の子どもの、減少にも歯止めがかかる、役所の財政豊かになる、そういう意味での言うところのですね、彼らが言うところの専守防衛で安心な自衛隊だから誘致をしたと。だけど今のように飛び道具を持って、しかも1000キロ2000キロのミサイルを持ち込んで、ここからぶっ放すということは、ここから戦場が始まることだ、そういうふうには想定していなかったということを党の自衛隊を誘致した人たちが言い出しているわけですね。私なんか今更変えようとこう思うんですけど、何言ってるんだお前が責任取れよと言ったことあるんですけど、でもまあそういうふうにですね、立ち止まって考える人もいるっていう意味ではですね、これは まだ救いがあるなというふうに思うわけです。で、隣の石垣市は全然そういうこと言いませんけど、やっぱりこの間議会でですね、そういうふうな敵地攻撃能力につながるような飛び道具、つまり長距離長射程のミサイルを持ち込むことは反対だという意見書が野党から提案されて、そして3人の自民党の保守議員、与党議員がここに賛成に回って意見書が採択されたんですね。つまり住民が、市議会がそのミサイル配備反対を提案をして、市議会が採択したわけです。そういう動きにあるというのは、私たちも地域の変化を感じているところです。当然ですよね、戦争はこれまで抑止力とか専守防衛とか言ってたけど、もうそのレベルをはるかに超えてる。自分のところに攻撃兵器が、トマホークが 何百発というのを持ち込まれてくる、そういう話です。で、3月16日の会所、自衛隊の、出来上がる会所式に先立ってですね、100両のミサイル基地が、ミサイル発射のトラックが入ってくるようです。そういうふうなことを考えると、島の人の恐怖は、感じてなりません。すいません、今コックス何を私聞いてたんだから、いいですか、はい、すいません、そんな状況で、私ら決してそういう今の政府の動きをですね、地域も島々も私たちも、認めてはいない。
世論調査をすると 65% が今の軍備のあり方に反対をしているということです。私は声が上がらないということをこれレジュメに書きましたけど、すごく心配してました。でも世論調査をするとやっぱり圧倒的な人が今の軍備のあり方は間違いなく自分たちにまた再びの戦場を持ち込むことだというふうに懸念していることは明らかです。だからそこにやっぱり私たちは意を置いて反対運動を作っていこうと改めて思うところです。徳島さんからお話に質問とか意見とかありますか？そうですね、いや質問ってもうその通りと思ってて、っていうかですね、追い出すってね、例えば石垣にマラリア館があって、つまり三上千恵さんの沖縄スパイ戦士ではないけれど、住民は利用するかスパイか追い出すか、マラリアのところに追いやったわけじゃないですか。だから本当に一緒。そして実は沖縄南西諸島ねって言ってると東京大空襲が次やってくるじゃないけれど、だって南京陥落の時はなんかデパートがバーゲンセールやってるように、まあ戦争やってるけどなんか遠かったわけじゃないですか。でも最後はみんなが焼け野原になっちゃうっていうことで、沖縄南西諸島をなんか捨て石のようになんか思っていて、実際時間稼ぎかもしれないけど、いやそうじゃなくて、実は関東だってたくさん基地があるし、実は日本全土が焼け野原になるというのと、それからこの間の避難訓練見ているとまさにガマに行かせられるっていう感じもするし、それからあれ見ると三上知恵さんが竹槍バケツリレーでね、つまりその役に立たないんですよ、バケツリレーなんかやってたって。だけどそれをやることで戦争に準備で、みんなで一丸となって戦争にやるっていう意味だから、今起きてることってなんか沖縄と沖縄南西諸島がまさに戦場になって、でも最後は日本全土も焼け野原になったことのなんかものすごく繰り返しをやってるんじゃないかというふうにも思うんですが、ちょっと変なことですいませんが、避難訓練にしてもひどいとか思っていて、どうでしょうか。で、私自衛隊の近場だって松代大本営じゃないんだけど、何なんだってこうね、だから自衛隊は来ない、そして自衛隊は地下化でも住民たちはひどい目に遭うっていう、なんかそのことをすごく思うんですよね。でそれをどうやってもっともっと広げられるかっていうところで、まあ、国会の中で、あるいはもう一つやっぱり市民運動が盛り上がると国会って割と盛り上がるんですよね。だからそのやっぱり一緒に連動させながら、まあ、女性たちの昨日の集会も大きく記者会見がありましたけれど、そういうふうにこう広げていきたいなというふうに思っています。ママたちがまさにその戦争の道具作らないで、軍事工場の国有がなんかおかしいよ、青年よ銃を取るな、武器を作るなみたいなことをですね、なんかまあ標語ででもやりたいな。でも山城さんなんかすごくね、戦前と同じことをやっとるやないかって気がしますが、いかがでしょうか。本当に那覇市がやった避難訓練なんかですね、住民を集めて役所の地下に出て、そしてサイレンを鳴らして親子して怖い怖いして頭を伏せて怖い怖い怖いをするわけです。それを映像に撮って住民が避難したということを新聞なりテレビなり流すわけです。でこれの効果って何かというと、結局やっぱりそういう事態がもう近づいてきてるよと、住民の皆さん、県民の皆さん、そのことをやっぱり心してくださいということを、まあ、言ってみれば戦争協力に引き出されてきてるということですね。だから今もうそこまで本当に来てしまっていてですね、どうしたらもんかなというふうに思うんですけど、でも大方の皆さんはそんなことで、その雨あられるようにやってくるミサイルから身を守ることもできるはずもないし、そんな避難訓練が何の役に立つかというふうな意識の方が本当は圧倒的だろうと思うんですね。だからそのことをまず、置いて、実際人口も148万、約150万になります。150万の人がどうやって避難するかっていうふうなことは考えられないわけ で、それをそうすると今言われているのはですね、やっぱりその人間の盾として、もし有事が始まったら人間の盾として、ウクライナのようにたくさんの市民がミサイルの意識になって、そのことを日本政府は、宣伝をして沖縄でたくさんの住民が死んでいる、
ロシアと同じように中国ってこんなひどい国だというふうにするんだろうと、まあ、いうふうな話も聞こえてくるわけです。おそらくそうなるんだろうなと思いますね。逃げ場がないですもんね。どうして150万近くの人がどうやってどこに逃げるっていうんですか。でそれが一つで、もう一つですね、あの懸念をしているのは、そういうふうに、住民を煽ったり、避難しろと言ったりする。で私たちはどこに避難するんですか、非現実的と言わないでください、それは戦争に動員するものでしょうというふうに言うわけですけど、その一方でやっぱり中国が来たらどうするんだと、私たちが例えば一言反論をして、例えば今日のニュースがネットに流れたら、あの左翼真っ赤っかの山城良氏が東京で吠えてるみたいな、お前みたいなやつが中国のミサイル餌食になるとカッパカッパカッパッと出るわけですよね。で反対反対というやつはほとんど中国の回し者だし、もし来たらお前本当に死ぬ気があるかみたいなことがいっぱい書かれてる。そういう意味でのですね、なんですか、この世を挙げた、その反戦潰しといいますか、反対派潰しといいますか、そのことが横行していることに大きな恐怖を感じてなりません。私が毎日行っている部屋の子で、そういう沖縄の有事を話をすると、残念ながらね、山城さん、私のところではね、そんな話、これっぽっちもないのよ。私のところではね、沖縄が大変だとか、軍が大変になってるとかって話はないのよ。申し訳ないけど、そうなんだと、こういう話をするわけですね。これ分かります。だって報道しなきゃそうなりますもんね。で結局何ですか、何ですかって聞きたいわけです。だから私たちは無関心なんですよとこう言う、なっちまう。で、今福島さんおっしゃるように、これってあなたが無関心で済んで、無関心でいて無関心でいられるならいいんですよ。だけどさっき言いましたね、米軍はおそらく台湾有事が始まったら、嘉手納基地は攻撃される。嘉手納弾薬庫に爆弾ミサイルが落ちたら、沖縄の島が吹っ飛ぶぐらいの火薬量が吹っ飛びます。そして沖縄中が戦場になって、そういうふうな恐ろしい光景がテレビ映像で出てきた時に、日本中がどうなるかですよ。そうしたらですね、おそらくそこまで行ったら、横田からも厚木からも岩国からも三沢からも米軍基地も自衛隊も行かんとならんでしょう。もし行かないで沖縄は玉砕した、もうここで戦争終わろう、そういうふうに手落ちするのであればですね、私たちはどうすればいいですか。沖縄を玉砕されてまた手落ちをするんであれば、私たちはもう日本人に残っている意味はないということになっちゃいますね。こんな日本と思うおさらばするしかないということになっちゃいます。でもおそらくそういうふうにはならんでしょう。反撃もするでしょう。せざるを得ないですね。ウクライナのようにありとあらゆる武器を持って中国と戦えているのがアメリカの方針ですから、簡単にはことを収めないはずです。そしたら今、福島さんおっしゃるように、当然のようにもうここまで来れば日本も敵中枢攻撃能力を持つと言ったわけだから、中国も当然敵中枢能力を打ち返すとこうなります。それは日本の敵中枢能力というと、中枢といえば市ヶ谷であり横田であり厚木であり、そういうところじゃないですか。つまり東京にもミサイルが飛んでくるということを確保しないとならんわけですよね。そういう事態に今、来ようとしているということをですね、アメリカは、未熟も語っています。アメリカはそれを望んでいます。だから私らはそういうふうな、まあ、ここまでいっちゃうと話が飛躍だよと言うかもしれませんが、ぜひそうでないことを願っていますけど、でも沖縄の状況を見てたらやっぱそういうふうになるしかない、まあ、いうふうに思います。ぜひ一緒に考えたいと思います。少しもうあまり時間ありませんが、少し会場から質問があれば受けたいと思いますので、5分ちょっとぐらいしか時間ありませんけども、質問されたい方は挙手していただけますか。じゃあ、で意見は言わないで質問だけ簡潔にお願いします。もう時間ありませんの で誰に質問したいかもお願いします。質問に水爆をね、ちょっと思い出した方がいいかなって感じてるんですよ。1961年にソ連がやった水爆実験、サーリボンバっていう爆弾が広島原爆の3300倍の威力だったそうです。で、大黒クリュー丸を巻き込んだのも、これはアメリカの実験ですけど、1500何十倍
だからね、ちょっとね、あの時にタイムスリップっていうか、ちょっと水爆ってものがあったってことを、ちょっと もちろんご存知ですよね。はい、すいません。無理やり質問にしました。それ誰に質問してるんですか。じゃあ福島さん。知ってますけど、それがどうしたか、はい、じゃあ、あの女性の方へ質問をお願いします。はい、昨日あの玉城レニーさんに質問状を書いたんですが、返事がありませんでした。あの南西諸島に自衛隊をあれだけ作っておいて、ミサイルは置くなって、なんか本棚買ったのに本は入れるなみたいな、おかしくないですかって私はとても聞きたかったんですけれども、返事がありませんでした。どなたでもいいので、ちょっとあのレニーさんの姿勢を、自衛隊が大好きな姿勢を教えていただければと思います。よろしいですか。あの今のお話は、まあ、その通りでですね、私らもずっとこうあの悩んでるんですけど、小長さんもそうでしたし、レニーさんもそうです。自衛隊参戦論者ですね。一定の防衛力必要論者です。だから今おっしゃるように本棚は買ったけど中身入れるみたいな議論になっていて、であなたが自衛隊を誘致したからミサイルも来るのに何ですかとこう言いたくなるわけですけど、この間ずっと県庁交渉を入れました。で行った時にですね、自衛隊が下島バイロット訓練所を狙っている、同時に今回の11月のキーソード23では島々全部使われた、そういうことを認めないでくださいって言ったら、そしたら知事は何て言ったかというと、自衛隊が支障がなければ認めざるを得ないと言ったんです。とんでもない話で、そこで衝撃を食らってですね、公開質問状を出しました。そしたら公開質問状を出したら、さすがにあの有事につながるようなことは私も反対ですとこう言いましたけど、結局このどこであの整理をしようかというふうに悩んでる感じがします。でここまで来るとですね、やっぱり大衆運動が高揚して戦争全体反対という世論を作らないことには、そこでやっぱりブレてしまう、ブレているという感じがします。だからそれは私どもの運動の力の弱さの反映でもあると思っています。なぜなら県議会も一言も声上げないんですよ。その革新と言われる政党たちも南西諸島有事反対、その自衛隊の強化反対、ミサイル持ち込むなって決議を上げてくれないんです。で与党がそうであればですね、知事もそれ頑張りするしかないんだと思いますが、だからこそ運動を作って世論を口論をさせて、そして知事に絶対反対を言わす、そういうことが大事です。だから今の質問お願いです。日本中で戦争反対の声を作ってください。そうしたら沖縄の知事も反対してやるんですよ。怖いんですよね、多分。そういうことがですね、沖縄のデニー知事、なんと1年で500億円の予算を削られたんですよ、皆さん。500億円です。3200、300あったお金が今や2600まで政府の国費が落ちています。これ以上落ちたら次の選挙はなしですね。だからそういうふうに、やっぱりみんな首根っこ押さえられてるんですよ。だから、あの、非常に悲しいな、私たちも交渉しますけど、デニーさん、お願いだから、はっきり反対って言いなさいと言いますけど、山城さん、お金がないんだよねとこういうふうに言われてるよね。本当に苦しいんですけど、この国のありよう、こんなもんですよ。もうこれで最後にしたいと思いますね。さっきの水爆はいいですか。あの、おっしゃる通りで、殺傷能力やいろんなものは過去とあの格段に違うものだと思いますので、あのとにかく核兵器、まあ、核兵器などが使われないように配置もされないようにと思います。ありがとうございます。一言で、水爆はですね、非常に今使いづらい兵器になりまして、核の小型化、つまり使える核を今ロシアもアメリカも中国も今持っていて、水爆はもう基本的にはもう作っていないに等しいと思います。それよりも電磁カッターを含めて核をてっぺんにつけて地中深く貫徹する地中貫徹核爆弾の方が彼らとしては使い勝手の良い兵器になっている、まあ、その今の核の現状というのはそこまで来ちゃってるということですよね。一言だけ。じゃあ、 あの最後そちらの方で、おいでありますが、こんなに沖縄の方々がひどい目に遭わされてるのに、
あの独立運動って起きないですかってあのすごく疑問なんですけど、国会前とかあの体が続く限り、住居が近いので行くようにはしてるんですけど、本当にあの少ないんですよ参加者が。で私自身はその病気抱えててなかなか行けなくて、あの後ろに署名をお願いしてる状況ですけども、東京医に労災隠しされて労災認定要求して36年も裁判だの基金だのやらなきゃならない状況ですっごく悔しいんですけど、沖縄の方々の大変さを そもそも沖縄藩に勝手にされて、あの日本国に琉球国が勝手にそういうのを編入されてですか、そこから延々と続いているその大変さっていうところをどういうふうに考えられているのかなって、沖縄の山城さんにお願いします。沖縄の中から独立というなら分かります。でも東京から沖縄独立した方がいいですよって言葉は聞きたくないです ね。つまりそうであれば私たちが独立できる状況を作ってください。おそらくそういう議論になったら私たちみんなあのミャンマーのようにみんな僕につながれて運動を潰されるだけでしょう。もし沖縄にチャンスがあるとすると次の戦争で沖縄が開示に来た時に、日本政府が開示に来た時に判断の道があるかもしれませんが、今の状況で独立するとかしないとか言えないはずです。むしろですね、現実の問題、今一番恐れているのは重要都市規制法がまだ沖縄には発動されていません。で、2月1日でこれまで、指定された50箇所が2月1日で施行稼働したようです。おそらく政府はあと200、全体で200考えていると言いますから、大半は沖縄に来るでしょう。そして私のゲート前の運動も全部阻害要因として排除されるでしょう。それでもなお声を上げる、皆さんはおそらくまた午後につながれてしまうでしょう。そういう脅威が、そういうふうな仕組みが政府はバンバンと作ってます。だからこれはもうあの状況がそういう状況なので、その状況を、ね、突破するようなそういうことを沖縄に持ち込まないような運動を東京の皆さんお願いです。作ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは50分までに私の方でこれ終わらせないといけませんので、まあ、まとめといってもそんなに十分なまとめにはなりませんが、ちょっと今日はもう盛りだくさんの第1回の新法ですから、もう十分質疑応答の時間も取れずにあの申し訳ありませんでしたが、まあ、まだまだこの問題あの広まってませんので、まあ、ぜひ今日聞いた話を、まあ、周りに広げる取り組みをしていただければと思います。で、私も関わっている専任会でも敵地攻撃会見というあのチラシを作りまして、まあ、ホームページで無料でダウンロードできますし、郵送料さえ負担していただければチラシ自体あのいくらでも手に入りますので、あるいはいろんな団体があの文書チラシパンフレットを作ってますので、まあ、ぜひあの運動をこれから広げていただければと思います。で、まあ、ちょっと時間的には不十分ではありましたが、これであのこの進歩を終えたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本当に中身の濃いお話で、今日一日の、 あの、進歩かと思われるぐらいあの中身が濃いものでした。では、8時50分になりましたので、新しい宣伝にさせない運動を支えますということで、服部良一さんの方からお話、そして、新社会党の岡崎博美委員長も登壇していただいて お願いいたします。連帯のご発言をお願いします。皆さんこんばんは。あの大勢の方あの集まっていただきました。最後ですけども、ちょっとやはりあの政党の立場からもですね、ぜひ一言ご挨拶をさせていただきたいということで、まあ、皆さんもね、多分あの思っておられると思います。野党一体何しとんやと、ね、思うでしょう。自分に言うのなんですけども、やっぱり本当にこの今の、 あの実情というのはですね、本当にあの日本のその何て言うんですか、
日本のあり姿が根本的に変わってしまうような、今そんな時代を私たち今迎えているというふうに思うんです。でその割にはですね、やっぱり国会が元気がない、そしてまた今日いろんな方からもお話ありましたけれども、やっぱり市民運動、大衆運動もですね、まだまだ盛り上がっていないと思います。だからこそ私たちはもう今日みたいなそういう活動にですね、やっぱりしっかりと参加をしながら、やっぱり広げていく努力をですね、本当に一生懸命今から政党の立場からやっていきたいというふうに思っているんです。私今福島党首おられますけれども、今社民党で幹事長をやっております、服部良一と申します。そして今日は新社会党さんから岡崎委員長駆けつけていただいております。社民党だけじゃなくてですね、新社会党さんをはじめ、もっと多くの皆さん方に訴えてですね、とりあえず今社民党中黒市民共同というそういう運動体を立ち上げて街頭に出て、訴えていきたいというふうに決意をしているところです。ぜひこのうねりがですね、当然立憲野党全体の、そして多くの有権者国民のですね、運動になるように頑張っていきたいというふうに思います。それで共同テーブルそのものはですね、いつも本当に学者文化人の方のさまざまな指摘をですね、いただいております。この2月の28日にも私も昨日記者会見ちょっと参加をさせていただきましたけれども、これを受けて2月の28日には共同テーブルで第2回目のですね、女性のアピールということで、文学じゃなく生活をというですね、そういう訴えの集会がありますし、それから5月、まだ具体的な日程は決まっておりませんけれども、改めて自民党と統一教会のテーマ、そして、このままね、岸田さんなんかこう大騒ぎせずに大変なことをやる人なんでね、なんか来年あたり国民会見の国民投票があるんじゃないかなという危機感も私持ってるんです。そうした憲法のテーマも やりますし、それからやはりこの東アジアをですね、中国からも、あるいは台湾からも、韓国、あるいは共和国のですね、さまざまな方々に来ていただいて、そして東アジアの平和を一緒に作っていこうというようなシンポジウム、こういったものも作っていきたいし、それから核兵器禁止条約あるわけですけれども、11月にはですね、締結国会議がニューヨークであります。本当はここに岸田さん行かないかわけですよ。ですからやっぱりそういう声も盛り上げていく、そうしたさまざまな企画がですね、今共同テーブルで企画されて、おりますので、私たち政党もですね、そこに連携をしながら国会での戦い、そして大衆運動、そしてこうした取り組みにですね、全面的に応援をして共に頑張っていけるように戦っていきたいという決意を申し上げたいと思います。で福島党首はもう先ほど話しされたんでですね、新社会党の岡崎委員長の方からも一言お願いをしたいと思います。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました新社会党委員長の岡崎博美と申します。昨年の参議院選挙で何とかして改憲勢力を国会で3分の2以上は取らせない頑張りましたけれども、残念ながら衆参ともに改憲議席が3分の2を超え、それをバックに国会で議論をするまでもなく何でもやれるという今の政権になっているんだろうと思います。これに勝つには、先ほど来お話がありましたが、それはダメだという声があっちでもこっちでも出てくる以外にありません。で、私たちはこうした勉強する場を持って今何が起きているかを知る機会がありますけれども、昨年の選挙の中でも例えばインターネットの発信を通してワクチンの問題、学校給食の問題、それを取り上げた政党が
実は突然政党要件を持つ政党になりました。しかしその政党の公約の一番最後は国盛りでした。自分の国は武力をもって守れる国でないといけないということがちゃんと書いてありました。で、私はこれが恐ろしいと思っています。きっとあそこで動いた彼ら彼女たちは今ここで勉強するそんな中身のところにはいません。機会を持っておりません。だからこそ、私は頭白くなりましたけれどもそして6回目の年女になりましたけれども、それでもその私も戦後の生まれです。私の父親は高等小学校しか出ていない人間でしたが、戦争がなぜ起きたのかと私の質問に対して何も知らなかったんだと、あの頃おかしいねと言ったらそれはもう無事にいられなかったんだと、そんなことを言った人です。でもその父親が今の憲法ができて自分の娘にものを言いたいことがあったら言っていいんだと、そう言えるようになって憲法ってええなというのをある時私に言いました。で、それが覆されようとしていて、あの前の戦争はいろんなことがあった、軍部の独走もあったけれども、でも結果的にやれやれやれという空気を私たち国民の側が作っていたというのもこれは現実です。もう一度そういう空気が今本当に何をやってもうまくいかない、どんなに働いても食べていけない、明日が心配な人たちが日本が豊かになるならこういう方法もある、そんなふうに思われないようにもういろんなところで私たちは平和だからこそ生きていけるということをちゃんと伝えないといけないと思いますし、時間はかかっても今日ずっとお話をしていただいた中身を私たちも一生懸命伝えていきたいと思います。で、そして選挙、昨年社民党の皆さんの呼びかけに応えて私たち一緒に戦いましたけれども、今運動を一緒にしましょう、社民党ポツ市民共同という一つのグループとして、そしてもっと多くの人に参加をしてもらうために声を上げましょうということをこの間相談をしています。新社会党もその中で全力で取り組んでいきますので、皆さんどうかいろんなところでご一緒していきましょう。ありがとうございます。大阪でもですね、共同テーブル、2月の23日に、高潔先生に来ていただいて、全国に広げていきましょう。ぜひ皆さん協力してください。私たち政党も頑張りますので、ちょっとよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。政党も頑張っていただいて、私たち市民も声を上げながら政府を脅かしていきたいと思っております。では盛りだくさんのシンポジウムでしたけれども、これをもって閉会にしますが、その前に今日の参加者とそれから、山城さんに乾杯集まりました。今増減したいと思いますので、山城さんご相談お願いします。本日の出席者は250名でした。乾杯は本当にありがとうございます。108,994円集まりました。それでは今日の映像につきましては YouTube の方で明日から見られます共同テーブルのホームページの方に行っていただきますと分かると思います。それではこれで終了にいたします。どうもお疲れ様でございました。またこれからもお願いします。